はい、今回飛距離とアクションの検証するのはマリアのポップクイーン F130 です。で推奨フックは、太軸シャープ1と記載ありまして、これは純正の ST66 のシャープ1がついている状態で、この状態で検証していこうと思います。はい、じゃあ使用するタックルの紹介をしていきます。タックルは、全てのアクション動画全部共通になってます。ロッドがゼナックのミュートスアキュラ 100H で、リールがツインパワーの8000番で、リーダーが60ポンドの、フロロカーボンに、先端に、スイベルがついてます。こちらで投げていきたいと思います。はい、マリアの、ポップクイーン F130、3回飛距離測定していこうと思います。じゃあ1回目いきます。はい、ポップクイーン1301回目が、50m です。はい、2回目が 53m です。はい、3回目が 54m です。今日は海にマグロを釣りに来ました。釣り上げるマグロはこちら。